皆さん、こんにちは。本日は、積分の、不定積分の活用についてやっていきたいと思います。不定積分を実際に活用してみましょう。では、例2です。次の条件を満たす関数、largefx を求めよう。ということで、微分した式と実際にマイナス2を代入した式、これが出ています。 さて、この問題、どうすればいいかと言いますと、えー、まあ積分は微分の逆っていうことに気づいていただければ、まあ、このまま、この式全体を積分しちゃいましょう。はい、fx、largefx を計算すると2 x、2x-3 の積分。はい、これ計算すると、はい、x 事乗 -3x プラス c。こういうふうにすることができます。で、これでもう fx の式出ましたよね。で、fx、はい、f-2 を代入したら3ですので、 はい、えー、マイナスに代入して、というふうにやると、イコール3。はい、あとは C の値を求めればおしまいですね。はい、終わりです。例3。この曲線が、えー、1号通り、はい、曲線上における接線の傾き 3x 事乗マイナス 4x というふうに表すことができます。はい、この曲線の方程式を求めようということですね。どういう条件が使えるかっていうのをやっていきましょう。はい、まず、点1カンマ5通りということなので、はい、実際に、 はい、F に1を代入したら5というのがわかります。続きまして、接線の傾きが 3x 事乗マイナス 4x ってことなので、傾き求めるためには関数を微分する。つまり F x x、F'x が 3x 事乗マイナス 4x というのがわかります。さて、ここでどうすればいいかと言いますと、ま,あ、まず条件でこれが使えますよね。F' が 3x 事乗マイナス 4x ということで、積分しちゃいましょう。 はい、積分すると、はい、x3 乗 -2x 事乗プラス c。こういう風にすることができます。で、はい、ここで、はい、1を代入する。そうすると、はい、こんな感じで5っていう風に出すことができますので、はい、c の値は6。はい、よって fx は x3 乗 -2x 事乗プラス6。こういう風にすることができます。はい、それでは、問い2と問い3やってみてください。では、解説を始めます。 まずは問い2からやります。えー、ジ fx っていうのは結局、はい、この式の積分になりますので、書いちゃいましょう。で、今回は、えー、ジ f に0を代入したら1っていう風に言ってますので、0を代入すると消える、消える、消える、c だけ残ります。c イコール1です。なので、1代入してあげれば、もうこれが答えになるわけですよね。 はい。続きまして、3番行きましょう。三、えー、3番。はいえー、接線の条件を使ってあげると、f' がマイナス 6x 二乗プラス 2x なので、はい、f 積分してあげれば OK ですね。こんな感じにすることができます。で、ここで、f にマイナス1を代入すると、3っていう条件ありますので、えー、c の値は0です。なので、はい、この式0なので、えー、答えは fx イコールマイナス 2x3 乗プラス x2 乗というふうにすることができます。 え本日は、積分をちょっと活用した形についてやっていきましたが、まあ、やはりこういう派生問題とかもしっかりと押さえておくといいのかなというふうに思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。